はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、隠しステージ21のカッパ、こちらゲットしたいと思います。隠しステージ21はステージ197をノガッパの必殺技でとどめを刺してクリアすると出現します。今ちょうど隠しステージ21が出現したところです。それではカッパゲットしたいと思います。まずは好物の松茸をあげたいと思います。カッパはね、 A ランクなので、まあ、ぜひともゲットしたい。しかし A ランクはね、なかなか仲間になってくれないんだよね。今ね、ちょうどどうだろう、6回目ぐらいの挑戦になります。結構苦戦しています。今回使っている妖怪は画面の左側に出しておきますが、勇まし系の4体と、あとキュン太郎をね入れています。まあ、少しでも懐きやすくした方がいいかなと。まあ、もしくはキュン太郎、もしくはイケメン犬あたり、まあどちらでもいいんですけどね、僕はキュン太郎が好きなので入れています。さあ、これでなんとか仲間にしたいよね。カッパはね、レジェンド妖怪の解放のね一つにもなっているので、ネタバレリーナ、そのためにもね、ぜひともゲットしておきたい。さあ、いけるかな。まだですね、結構強いね。やっぱり A ランクだけあって、フィーバータイムを終わったけどまだ倒せてません。さあ、もうあと一息、いけるかな。スコアの方が30万点を超えようとしていますね。さあ、いけるか。お、これはカッパじゃないですか。どうだろう。お、カッパですね。カッパと友達になりました。やったね、 A ランク。これは結構妖怪としてもね使えるんじゃないでしょうか。さあ、それではカッパからね、レアアイテム、まあレアアイテムというか、あの妖怪ウォッチを作る部品をねゲットしたいと思います。さあ、これもねなかなか落としてくれないんだよね。今回はまあ、少しでもゲットしやすくなるようにワルニャンを入れました。ワルニャンはね、アイテムドロップ率がアップする妖怪、まああまり使わないんだけどね、こういう時には使いましょう。まあ、カッパはね A ランクなので、まあ2体3体とねゲットしたいので、好物の松茸をあげました。さあ、いけるかな。ちょっと途中早送りします。さあ、どうだろう、アイテムドロップしてくれるのでしょうか。フィニッシュ。おっと、アイテムはドロップならず、カッパをねゲットしてしまいましたね。まあこれはこれで嬉しいけどね、カッパは A ランク妖怪なので、まあそこそこ使えるんじゃないかと思っています。カッパ2体目ゲットしました。技のレベルアップです。それでは今度こそカッパから部品をゲットしたいと思います。どうだろう、これはね10回目ぐらいの挑戦になると思います。この10回の間にカッパを2体ゲットすることができました。まあ、そう考えるとね、それほど仲間になりにくい妖怪ではないですね、今のところ。まあ A ランクなので。さあ、途中早送りします。さあ、最後はウシニャンで鰹節切りでいきましょう。そしてフィニッシュ。さあ、どうだ。お、これはアイテムではないでしょうか。お、小さな歯車ゲットすることができました。さあ、皆さんはねどんな感じで進んでいるのでしょうか。またコメント欄に教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、
最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。